腹時計よしと、なんで虫の動画を載せずに、僕が出しゃばってるのか、こんなの見たくねえよっていう人も何人かおると思うんですけど、簡潔に言うと、寒くなると虫がいないんです。そう、僕は虫飼って動画撮ったりしてるわけじゃないか、そのエブリで動画を虫の動画撮れないんですよね。でやっぱりこう冬に近づくにつれて日の落ちる時間が早くなるから、もう僕仕事帰って家帰るともうあれですよ、もう真っ暗で、まあ、探せないし、そうそう、でまあそれが載せれない理由で、なんで2つ目はなんでこいつが出しゃばって喋ってる動画載せてんのかっていうことなんですけど、まあお茶を濁すというか、次虫が出る季節まで僕生きてますよっていうのと、そうです、ツイッターでそう絵を描いてるから、なんかねいろんな人に言われるんですよ、なんか話しかけづらいというか気難しい人だとか、そんなことないんですよ僕、家族からおしゃべりだねって言われますし、あんま言われへんな、家族でもあんま喋らへんって言われるかな。そう、今こうやって一人で無理して喋ってるのがもう何やったら共同体で一番喋ってる時間かもしれないです。そうそうそう、何の話しとったっけ、あ、そうそうそう、なんで出しゃばっとるかっていうのな。そうだから、そのツイッター以外でもその現実でね、その喋る人でもなんか話しかけるなオーラをが感じ取れるって、そんなことないんですよ。そう、なるべく多くの人とね交流持ちたいけどこれがね、じゃあてめえから行けやって思われるんですけど、なんかね僕から話しかけたら気持ち悪がれるんじゃないかなっていう、男女問わずにね、まあ問わずなんですけど、それでもやっぱねネットだとね、そのまあツイッターよく見るんですけど、プロフィール見ただけじゃ男か女か分からへんから、結構女の子が、あ、この人女の子やったんっていうのが多くて、いいねするのもなんかこう怖いというか、そう、多分そんなトラウマになるほど女の子と接した記憶もないんですけど、なんなんだそういうね、もう女の子無理っていう経験ないはずなんですけど、なんか無理なんですよね、怖いから。そう、でも向こうから来られたら普通に喋れるんですけど、こっちからすごいなんです、なんかね、そう、その動画のなんで虫やめて俺の動画ばっかなんかっていうのはまあ終わったんで、もう雑談だ、40分ぐらい話そうかな、嘘です。そう、なんかね全てに自信がないというか、そう、自信がないんですよね、だ今絶賛スランプ中なんですけど、もうスランプっていうほど元からあんま欠けてないんですけどね、うまくない、あんまりこういうとこはダメなのかな。そうだから、そう褒めてくれる人がおるからその時は頑張れないですけど、それでもやっぱ、まあ、その言ってくれる人には失礼やろうなって思うんですけど、やっぱ自分でこうガッとなるタイプで、なかなか自信がね、そう、家族にも友達にも、もうちょっと自信持って行ったらって言われるんですけど、今までの人生で自分に自信を持てるようなね、そういうことがなかったんで、全然ダメですね。思い出にすがってるっていうのがまずダメなんでしょうけど、じゃあ今にフォーカス当ててみたらって言ったら、まあどん底ですし、まあうまくいってないですよ、いろいろと、もうちょっと明るい話がいいか。
もうちょっと明るい話。あ、そうそうそう。あの、あ、そう、この間一人でゲーセンに行ったんですよ。大体あの母親と買い物行って、まあ、荷物持ちなんですけど、僕、まあ、ついでにゲーセンに寄ることが多いんですけど、今日その時はたまたま僕の車のガソリンによるついでに、あ、そうや、ゲーセン行こうってなってフラッと行って、何やったっけ、あ、そう3000円で、マイメロの黒い方、なんだあれ、黒いのデザインのお弁当箱、保冷バッグもついてるですね、と富岡義勇の日輪刀のおもちゃとワンワンのぬいぐるみ、そう、あのね、そう、これとはまた違う、なんか、ね、新しいリボンがついてて、なんかメッセージカードもついてたんですよちょっと遠くに置いてるんで、とにかくだるいんで見せないんですけど、これにメッセージ書いて人に送れるらしいですよ。誰にあげようかなっつって、もううちはいっぱいワンワンいるんで、人にあげれる余裕があるんですよね。僕の布団にはいっぱいいるから、ワンワン手伸ばしたらこんなに、そう、あ、後ろだった、そうそうそう、だからその、あ、それちゃった、お弁当箱、あ、これじゃあ2つだな、お弁当箱と日輪刀とそのワンワンと、あと何だったかな、フィギュア取ったんですよ。何やったっけ、フィギュア何やったかな、これをカットしろって言うんだな、そう、なんか iMovie でさ、そうやったんやけど、動画なんか読み込まれへんくてカットしよう思ったんですけど、できへんなんですよ、ごめんなさいね。ちょっと何のフィギュアやったっけな、女の子系やったかな、あ、そう思い出した、あの鬼滅の刃のあのちょっと名前ど忘れしちゃった、あの女の子結構でかくて、あの日輪刀がすごいこんな感じのピンク色の髪の毛のね、でっかい子のやつ取りました。4つで3000円で4つ取ったんですよ。3000円で4つ覚醒してましたね。まあ、その1000、まあそれは、まあ、4つは2000円で取ったんですけど、じゃあ残りの1000円は何だっつったら、ちょっと欲張っちゃってワンワンをね、もう1つ取ろうとしてたんですよ。そう、これ、そう、そのリボン、そのプレゼン、メッセージカード付きのリボンついたワンワンと1個目取った時に200円で取れたんですよだから図に乗って1000円ドブ捨ててやっちゃいましたね。思うつぼでした。まあ嬉しかったこと、明るい話こんぐらいかな。 あと食卓にあの豚汁が出るようになりまして、そう僕あのこのぐらいの季節に豚汁で白ご飯バクバク食べるのが好きで、そう、何なんだろうなあれ、ちょっと味付けが違うのかな、味噌汁とお肉が入るだけであんなに変わるのか、ちょっと僕はあんまりよくわかんないんですけど、豚汁が好きでね。あとこの間久しぶりにオムレツ作ったんですよ。オムレツを、そう、なんかね、僕あのだいぶ前にオムレツよく作る時があって、そう、オムライスとかね、そう、卵焼くの好きなんですよ。で久しぶりにちょっとほんまに1年ぶりぐらいじゃないかな、卵焼いて、そしたらオムレツ綺麗にできて、そう、思いのほか、ツイッターのアイコンにしたりもしましたね。綺麗だから写真撮ろう言って、オムレツなら任せてください。ちょっと調味料入れたりするのはちょっと苦手なんですけど、そう、あの、そう、僕が久しぶりに作ったオムレツも砂糖入れすぎてあんま甘い、うん、まあパンに挟んでサンドイッチにするぐらいだったらまあいいんですけどね。これを食卓でメインでこれをおかずにって言われたらちょっと機嫌悪くなるくらいの甘さでした。そう、じゃあなんだろう、何もないんだよな、うん、何もないんですよ。
外に出たらお金が減るな。なんかするたんびにお金がかかって、そう、なんかいろいろちょっとね、いろいろお金かさむようなことがあって、そう、なんか家具じゃねえや、家電が壊れたりね、ちょっと家族のちょっと調子悪くて病院代とか、それでちょっとねえ、貯金がもう70切ったんかな、いや80切って70何万ぐらい、うん、だからこれから何があるか分からへんから、ちょっとそれはちょっと不安だなって思いますね。そう、何するにしても生きてるとお金がかかるんで、うん、それが不安ですね。お金がないんだ。そう、お金がないんだよ。お金がない。なんかこうねえ、ちょっとマジでさ、 YouTube でお金稼げへんかなって思うわ、ほんまに。マジで金がない、入ってこへんしな、うん、仕事以外では何もしてないから。仕事以外、仕事しとるんやったら立派やんな。うん、まあ仕事がうまくいってるかっていうのはまあ置いといて、うん、ちょっといろいろ大変ですね。雑談しようと思ったけど、ちょっとあんまり明るい話が浮いた話もないんでね、うん、ダメだなこんな動画じゃね。この美味しい、じゃあご飯の話しようか。あ、そうだ、ちいかわの、ちょっと待って、ちいかわのさ、コラボのやつがコメダで12月1日かラ始まるっつって、ちょっとちいかわそのものの僕としてはちょっと行きたいですね。コラボメニューって何なんだろう、ちょっとがっつりしたもんが食べたいな。お腹すかしていくからさ、そういう時って、うん、なんかあるかな、なんかあります、めっちゃ髪の毛が、そう、なんかね、本当に僕はなんか本当に何もないんですよ、毎日毎日、うん、土日も同じようなことの繰り返しですし、休みの日っつってもね、そう、だから何も思いつかへんし、何もないし、だからなんかないですか、なんか話すことでもいいや、話題、質問コーナー設けるほど何もないしね、こいつ誰やねんって感じやから、知らんやつの何を聞くことがあるよ言ってね。えじゃあ、あと寝るだけです。今日は月曜日、皆さんお疲れ様でした。僕もお疲れ様。めちゃくちゃ元気ね、なくなると思うけど、まあこの1週間の1日をぶっ潰したっていうことでね、まあ時間は過ぎますから、何してても。とりあえず辛かったら時間が過ぎるのを待つだけです。まあ俺みたいなそんな言っちゃいかんのだけど、頑張れよって感じだけどな。じゃあ火曜日も頑張りましょうよ。まあ俺みたいな人間に励まされても、あ、こういうのがダメやな、こういうこと言っちゃダメなんだ、どうしたら明るくなれるんやろう。モテたいな。よし、終わり。これ以上話しても辛くなるだけだ。こういうとこカットしたらええんな。んじゃ。ちょっと待って、見えへん。